むくむくむく、どうもむくみです。毎日むくむくむくみ生活ということでね、生活しているんですけれども、最近ね、ちょっと自分トレーニングシューズを購入いたしまして、でそれがすごくやっぱ良かった。使ってみて、今までトレーニングシューズっていうのは、まあ、基本全然こだわりなかったんです。ウェイトトレーニングやるにあたってはトレーニングシューズはそこが硬い方がいいと言われてたけど、まあ俺は別にそんなウェイトやんないしこと足りていたんですよ。なんだけど今回大会が終わってからちょっと足トレをねそれなりに頑張っております。はい、まあ、ふわふわした靴よりは硬い靴が欲しかったので、いろいろ探してた。本当にめちゃくちゃ探してたのよ。いろいろ探していて、俺そこが硬いシューズ研究家みたいな、もうそこが硬いシューズに関しては今すごい詳しい。もうそこの硬さとあそこの硬さだけは分かる、詳しくなったんだけども、まあ、ちょっと一つ買ってみて、サブチャンネル出してんだけども、それがすごく良かったので紹介したいと思います。ということで、こちら福山ゴム親方トラさんでございます。これはね、旅靴です。あの直旅とかそういう旅の靴版になったんですけれども、でこれは軽作業とかをする際に、まあ、履く作業用の靴なんですけれども、僕はこれを最近、まあ、トレーニングシューズとして利用してます。でこれ何がいいって、ちょっと論点変わっちゃうんだけど、まず一番いいのは収納がこれで済んじゃうわけよ。これほら、例えばこのエアマックスを重ねてバッグとかに入れると、もうこれぐらい取るわけよ。親方トラさんこれよ、めっちゃ薄い。もうほらエアマックスの一足分にも満たないぐらいの薄さなの。これが一番俺何よりも良かった、うん、潰さない状態でこれだから、潰しちゃうともうこんなんだからね、もう本当に薄い、カロリーゼロだからこれマジで。この状態からこう潰せばカロリーゼロになっちゃうから、これすっごいよね。本当に小スペースなのに一番感動したんだけれども、まあ、それだけじゃなくて、やっぱり底がねしっかり薄くて、福山ゴムっていうゴム会社が作ってるから、ほら裏もしっかりとこう滑らないです。はい、あんまり工場量やんないけれども、まあ、バーベルスカットするときにこういうふわふわしてるよりは底が硬くて薄いものがいいとね、やっぱり筋トレ YouTuber の人みんなガチ勢の人が言ってるので、じゃあちょっと買っちゃおうぜっていうことで、直旅履いちゃうと俺ワッショイになっちゃうから、もうバーベルもさクエイウェイじゃなくてウェイって担いちゃうから、ちょっとお祭り気分にねテンションがいきなりなっちゃうから、まあちょっと直旅はね、あと後ろでこう勤めるのがちょっと大変だっていうのもあって、だからなんかないかなと思ってこちら購入しました。で履くのもさ、もうめっちゃ楽なわけよ。もう普通に意外とこういうのってあんま履きづらかったりするんだけど、こうすげえむくんでんな俺で、こうすぐ簡単に履けちゃうからすげえ便利。こうほらベビー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 ほらベビー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 、全然ねあの滑らない。ギュッとギュッとギュッとかギュッとか、いきなりこう来てギュッとなると鼻血が出そうになるから、でそんな感じに止まってもちゃんと止まるんだよ。もう本当にね滑り止めが効いてます。で今回なんだけど もうめちゃくちゃ気に入ったと、めちゃくちゃ気に入って、あおかわりしようと思ったわけよ。これ値段が安いから汚れたりとか壊れたりしたらすぐ買い替えれるんだけども、もう一足買おうとアマゾンでポチろうとした瞬間にこれの違うタイプがあったので、それも買ってみたんですよ。でそれがねこれドーン、作業靴親方トラさんなんですけど、こちらねこれのドーンってことで、こちら見てください、親方トラさんのハイカットタイプでございます。はい、はいってことで、ちょっと見てよこれ、このローカットタイプはスリッポンタイプ でこれね、あそう言い忘れてたけど、ちゃんとつま先の方に向かってゴムでさらにコーティングをしてあるから結構頑丈なんですよ。やっぱりちょっとその求めちゃったおしゃーも、おしゃーも求めちゃった時にハイカットタイプがあったから、これええやんと思って買ってみた。これをこうできるね、ハイカットのスニーカーって、まあ、これぐらいじゃん、こうできないでしょ。
こうしてこうして、ほら、ハイカットもうカロリーゼロじゃん。これ1足買うのに親方トロさん多分4足5足ぐらい買えるんじゃない、それぐらいの値段なんですよ。ですよ。でこれすごくいい。でこれを履くにはサイドがマジックテープになってるので、このマジックテープを剥がして、こう剥がしたらこうなってんだね。すげえ、もう5回調、両方5回調できるからすげえ簡単に履ける。でさっきのスリッポンタイプみたいな感じになってます。でこれ簡単に履けるね。だからこれ見て、これちょっとあの黒髪ネズミチャンネルのズボラ酒でこの怪我についてはお話します。はい、で巻いて巻いてパチンと。どう？いいね、すごいハイカットもいい感じでございます。でちゃんとこうほら、ベビーベビーベビーしても、もう滑り止めしっかり効いてるし、この床と足の接着面がクッションがないからいいです。うん、いい感じです。ああ、ランジも全然 OK だね。はい、ということで今日はですね、こちら僕が最近ハマっているトレーニングシューズ、とてもいいので紹介しました。値段もすごい安いし、そこも滑らないし、あの床と足との接着面も薄いですし、何よりも小スペースなんですよ。僕は今ジムに通ってないんですけれども、また今後ね、入会しようと思った時にジムに行く時とかにこれをさ、バッグの中にボンって詰めれるわけじゃん。例えば俺も地方のジムとか行ってみたいわけよ、撮影とかで今後。でそうなった時とかにその靴だけででかいのボンって持って行きたくないわけよ。これでトレーニングできるってめっちゃ感動、マジで。でちゃんとそのトレーニングとしての役割をしっかり果たしてくれるっていうのがすごく僕は良かったので、今回探していてとてもいいのに出会ったという動画でした。はい、それでは